今日より議案3件が送付され受理いたしました。その世の報告は朗読を省略いたします。日程第1から日程第57まで、すなわち議案第1号から同第49号までの議案49件並びに請願第1号及び陳情第1号から同3号まで、同第5号、同第8号から同第10号までの請願陳情8件を一括議題とし、これより各委員長の報告を求めます。文教福祉委員会委員長大江田茂君。はい、失礼しました。よろしいです。文教福祉委員会に付託されました予算案12件、条例案7件、事件1件、請願および陳情1件の審査が終了しましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。なお、議案については執行部の説明を聞き、質疑、意見が行われましたが、その詳細については委員会記録に譲ることといたしまして、その主なものを申し上げます。はい、まず議案第10号平成20年度八代市一般会計予算中当委員会関係分についてでありますが、第3巻民生費、第2項児童福祉費、保育所費に関して委員から保育所費が1億5,560万3,000円減額となる中での公立保育園の民営化への方針影響について質疑があり、執行部から保育所費の減額は児童数の減少によるものである、民営化については現在検討を開始したばかりであり、今後将来の子どもの推計人口とともに児童数の減少も踏まえた上で、現在設置している八代市立保育所民営化検討委員会において検討していきたいとの答弁がありました。そこで委員から民営化の方向で進めていき、受け手がなかった場合の公立保育園の在り方について質疑があり、執行部からこれから民営化等に向けて検討委員会で検討していくが、推計上児童数が減少していくことは認識しているので、将来的には統廃合も検討しなければならないと考えるとの答弁がありました。次に第9巻教育費、第1項教育総務費、事務局費の2学期制
検討委員会経費に関連して委員会から2学期制に対する教育委員会の意見に見解について質疑があり、執行部から2学期制の導入については本年2月に文部科学省から新たな学習指導要領案が公表され、3月中に告示されるが、その内容を見ると授業時間数が年間約35時間、すなわち1週間1時間程度増えることになっており、現在の完全学校週5日制の中で年間の授業時間の時間割の中にどう入れ込むかというのが一つの問題である。また3学期制を2学期制にした場合、定期テストや通知表作成の回数が減り、事務的処理は減ってくるが、その分子どもと接する時間をどう増やすかということがもう一つの課題として挙げられる。学力、体力、心の面も全て含めてこの検討委員会で検討していただきたい、いただき、途中試行を実施しながら最終的には新しい学習指導要項が実施される平成23年度に向けて準備をしていきたいと考えているとの答弁がありました。また同じく第9巻教育費第3項中学校公費教育費不登校児童生徒の適用指導事業に関連して、委員から不登校児童生徒の推移について質疑があり、執行部から小中学校を合計すると平成17年度が145名、平成18年度が115名、平成19年度が145名であるとの答弁がありました。そこで委員から平成19年度に不登校児童生徒が30名増加したことに対する対応について質疑があり、執行部から教育委員会における全体的な対応としては、現在県ピによりスクールカウンセラーを7名、子どもと親の相談委員を小学校3校に3名を配置している。また市費により相談体制として教育委員会内に八代子ども支援相談委員を1名、仙町中学校に八代心の教室相談委員を配置している。さらになかなか学校に行けない児童生徒のため開設している球磨川教室には専任指導委員を5名ほど配置しており、平成20年度からは学校支援職員として生徒指導員を1名増員し9名体制とする予定である。今後これらの体制の総合の連携、学校との協力体制、家庭と十分な意思疎通と連携を図りながら、少しでも不登校の児童生徒が減少するよう永遠取り組んでまいりたいとの答弁がありました。以上のほか、
老人福祉対策費及び障害福祉対策費の減額理由、放課後子ども教室に関わる予算の妥当性と今後の計画、東洋給食センターと泉給食センターの統合に伴う給食数及び配送時間などについて質疑があっております。次に議案第42号八代市老人憩いの家条例一部の改正についてでありますが、執行部から今回西松江城老人憩いの家の使用料を60歳以上のものについては100円から200円に、市長が利用を認めたものについては150円から300円に改定するものである。本施設は築32年を経過し、利用者数も減少してきており、平成18年度決算では196万3000円の赤字、平成19年度決算では176万6000円の赤字見込みであり、収支において赤字が続いている。そのため現状説明会や利用者意向調査を実施し、施設の廃止についてや使用料値上げ、利用時間の問題等について検討した結果、利用されている高齢者の強い存続要望もあり、今回は使用料の改定のみで対処したいと考えているとの説明がありました。そこで委員から、利用者は経済的に弱い立場にある高齢者が多いと思われるが、使用料を据え置く努力はできないのかとの質疑があり、執行部から現状について説明したところ、多くの方々の利用者負担を増やしてもいいので、とにかく存続をしてほしいとの声もあるとのことから、施設を存続していくために使用料の改定をお願いするものであると答弁がありました。以上、予算案1件、条例1件につきましては、議案第1号、平成19年度八代市一般会計補正予算第7号関係分、議案第2号、平成19年度八代市国民健康保険特別会計補正予算3号、議案第3号、平成19年度八代市介護保険特別会計補正予算第2号、議案第5号、平成19年度八代市簡易水道事業特別会計補正予算第3号、議案第7号、平成19年度八代市診療所特別会計補正予算第4号、議案第11号、平成20年度八代市国民健康保険特別会計予算、議案第12号、平成20年度八代市保健医療特別会計予算、議案第13号、平成20年度八代市後期高齢者医療特別会計予算、議案第議案第14号、平成20年度八代市介護保険特別会計予算、
議案第16号平成20年度八代市簡易水道事業特別会計予算、議案第20号平成20年度八代市診療所特別会計予算、議案第41号八代市立希望の里対応条例制定について、議案第43号八代市介護保険条例の一部改正について、議案第44号八代市国民保険条例の一部改正について、議案第45号八代市後期高齢者医療に関する条例の制定について、議案第46号学校教育法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、議案第47号八代市公民館条例の一部改正についてともに慎重に審査いたしました結果、全員一致をもって原案の通り可決してしかるべきのものと決しております。次に議案第28号八代県域会合認定審査会の共同設置の廃止についてでありますが、執行部から平成17年10月1日から八代市と氷川市で共同設置していた八代県会合認定審査会について、氷川町からの解消したい旨の申し出があり、廃止の協議を行うためには地方自治法の規定により議会の議決が必要であるため提案するものであるとの説明がありました。そこで委員から氷川町からの申し出ということであるが、その理由について質疑があり、執行部から平成18年12月に同町条約から相談があった際は、行政改革による事務の見通しを図るためだと聞いている。ただ負担割合を見直してほしいという話はあっていたが、正式な文書での申し出はなく、本市としては均等割と人口割による応分の負担であったと考えているとの答弁がありました。以上、本件につきましては慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって可決してしかるべきものと決しております。次に議案第1号請願第1号八代市立養護学校の高等部重複学級認可及び校舎の新改築についてであります。執行部から事情を聴取したところ、八代養護学校の高等部について平成15年4月の記録によると、当時の学校教育長が県の高校教育課補佐に対して、まずは高等部の普通科1クラス8名を考えており、本来ならば重複障害の子どもたちにも対応していくべきところではあるが、現在の施設内に高等部を設置するためには施設面や人的な配置を考えて、段階的な設置でやむを得ない状況であるとのやり取りが記載されていた。翌16年4月から普通科一般学級で高等部が開設され、現在のところ
まだ重複学級は認可されていない状況である。また現在の校舎は築34年を経過し、小学部は普通科5クラス、重複学級6クラス、計11クラス、中学部は普通科2クラス、重複学級1クラスの計3クラスで、合計14クラスに対し、教室が小中合わせて9教室という手狭な状況にあり、将来的には建て替えが必要と判断している。ただ高等部の建物は平成15年度に国庫補助金を受けて建設した関係で、平成26年まで使用する必要があり、今後市の財政状況も考慮しながら判断していきたいと説明がありました。そこで委員から本請願を採択した場合の教育委員会の対応について質疑があり、執行部から平成21年度から高等部重複学級への入学希望がいるときは重複学級の開設に向けて認可申請を行い、教員を確保していきたいと考えているとの答弁がありました。これを受けて委員から、将来の学校施設建設計画に八代養護学校を明確に措置してはいかがとか、いかがとの意見、また現在地でいいのかという点も踏まえて検討していただきたいとの意見、さらにはこの問題については再三にわたり請願陳情等が出されており、前向きに検討していただきたいとの賛成の意見が多数ありまして、慎重審議いたしました結果、その趣旨を了とし、全会一致をもって採択し、教育委員長に送付の上、その処理の経過及び結果について報告を求めることと決した次第であります。次に陳情第1号、ハンセン病問題基本法の制定と国立ハンセン病療養所菊池慶富園の存続、医療、福祉の実施を求める意見書の提出方についてでありますが、委員からこのハンセン病問題基本法の制定については各種団体もこの基本法制定に向けて動き出しているので、そういう意味では肝を熟しており、採択していいのではないかとの意見が出され、慎重に審査いたしました結果、その趣旨を了として全員一致をもって採択と決した次第であります。以上報告を終わります。経済企業委員会副委員長、飛石純子君。経済企業委員会に付託されました予算案9件、
条例案2件の審査が終了いたしましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。なお議案については執行部の説明を聞き質疑意見が行われましたが、その詳細については委員会記録に譲ることといたしまして、その主なものを申し上げます。まず議案第9号平成19年度八代市病院事業会計補正予算第1号についてでありますが、執行部から地方公共団体の財政の経営健全化に関する法律の施行に伴い年利 5% 以上の公的資金については経営健全化計画を策定し、行財政改革に相当程度資すると認められた場合、平成19年度から21年度までの3年間に限り保証金免除で繰り上げ償還ができることとなった。本市でも経営健全化計画を策定し申請した結果、繰り上げ償還が認められたこととなったため、今回補正をお願いするものである。病院事業で繰り上げ償還が認められたのは昭和58年度にレントゲン室増築工事の財源として記載した2500万円で、利率 7.1% となっている。補正額は歳入で繰上償還に対する借り換え債として第1巻資本的収入の第1項企業債に1030万円、歳出は繰上償還に伴う償還元金として第1巻資本的支出の第2項企業債償還金に1036万3000円となるとの説明がありました。加えて執行部から繰り上げ償還にかかる病院事業経営健全化計画の概要として、まず本私立病院の財務状況を分析すると、特徴として職員の高齢化に伴う給与比率の上昇や県内自治体病院の中で材料費が高い傾向にあること、経営の課題としては医師不足の解消や入院外来患者の減少などがあり、財政健全化のための施策として職員数の削減、経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消、一般会計からの基準内繰り出しの維持、医師患者の確保の4項目を掲げて取り組むこととしているとの説明を受けました。そこで委員から医師不足への対応について質疑があり、執行部からこれまで熊台の医局に配属をお願いしてきた、今後もこれは継続していきたいと考えているが、大学でも医師が不足をしているため配属が厳しい状況にあることから、民間の派遣会社などもあるのでそちらから紹介していただくような方法も今検討しているところである。九州内にある他の医局にもお願いの文書を送付しているが反応はない。現在当直勤務も含め4名の医師で対応しているので、ぜひともあと1名は確保したいと考えているとの答弁がありました。これを受けて委員から、どの自治体病院も医師不足の状況にある、文書を送付して返事を待つという待ちの姿勢ではなく直接こちらから出向いて要請するというような積極的取り組みをお願いしたいとの意見があっております。さらに委員から収入増に向けた病院での取り組みについて質疑があり、執行部から市民に支持され安心できる病院づくりに向けて病院内に病院づくり検討委員会というものを立ち上げ検討を行っている、その中で幅広く職員の意見、特に若い職員の意見を聞こうとの思いから、若い人を中心とした提言部会というのを設け、昨年12月に提言が出されたところである。現在病院づくり検討委員会においてその提言を叩き台として新しい病院づくりの方向性について検討を重ねているところであり、
今年度中には結論を出したいと考えているとの答弁があっております。以上のほか、医師が希望する不妊病院の傾向について、女性専門外来設置の検討について、本年度の決算見込み額についての質疑などがあっております。次に議案第10号平成20年度八代市一般会計予算中当委員会関係分についてでありますが、委員から第5巻農林水産業費における平成20年度当初予算の特徴について質疑があり、執行部から18、19年の2年間元気が出る産業活性化支援事業を実施し第一次産業に従事する方から公表を得たところである。今後その検証を行っていくが、これから引き続きどのような産業支援を行うか考える中で、昨今の原油高騰に対する事業者支援、あるいは積極的な事業展開を図るため制度融資を受けたいとする農林漁業者に対し、その利子補給を行う八代産業活性化利子補給事業を新たに始めることとした。またそのほか新規事業として、旧八代市や旧仙町間市で実施されていた畳表の張り替え助成事業を平成20年度から新たに始めることとし、畳表の需要拡大推進を図りたいと考える。農林水産業費に対しては国県の補助制度がかなり整備されており、その制度を積極的に活用し事業展開することが大きな柱となる。基本的にはその国県の制度で手が届かないようなところを市の単独事業として行っていくことになるとの答弁がありました。これを受けて委員から、中山間地域についてはもう少し実情に沿った施策展開が望まれるので現況調査を含めて市独自の取り組みをお願いしたいとの意見があっております。次に第6巻商工費第1項商工費第8目観光施設建設費の広域交流地域振興施設整備事業について、執行部から本事業は平成19年度は用地取得、基本設計、実施設計、造成工事を行っている。平成20年度のスケジュールとしては、工事関係では4月から契約手続きに入り、6月以降本体工事に着手し、外構工事も含めて12月までの完了を予定している。また指定管理者に関係する条例の検討作業は年明けから始めており、5月の法令審議会にかけ6月議会で条例議案の議決をお願いしたいと考えている。その後指定管理者の公募選定を行い、9月議会でその指定議決をお願いし、オープニングは12月中旬以降を考えている。なお施設概要としては、敷地面積は約4000平方メートル、鉄骨造り平屋建て、敷地内は物産館と松中記念館のほか、天井のない広場的な空間の屋外ホールを予定しているとの説明がありました。前回の予算が第1巻総務費での計上であったのに、今回は商工費となっていることから、委員から執行部内の役割分担、事業遂行の責任の所在について質疑があり、執行部から今回の事業を進めるにあたってはプロジェクトの立ち上げということから、当初企画振興部主導で進めさせていただいたが、最終的には物産館運営ということになるため、商工観光部も入り両部で協議しながらこの施設整備事業を進めている。本事業はかなり横断的組織で取り組むこととなるため、確かに責任の所在が曖昧になりがちであるが、それぞれが役割分担を明確に行い、執行部内で連携を図りながら事業を進めていきたいとの答弁がありました。さらに委員から、市からの本施設管理運営費の採算性について質疑があり、
執行部から採算性の確保は非常に重要なことと認識している。今回の施設は市としても全く新たに作る施設であり、年間の維持経費等のデータもない状況である。今後は経費を算定し、それ以上の収入を得るような指定管理者を選定することが必要となってくる。指定管理者募集時には本市が管理運営費をどのように考えているのか、歳入歳出について公表することとなり、それを見て採算性を十分勘案した上で指定管理者の応募がされることとなる。また市からの管理運営費の支出はしない方向で考えており、全国的にもその実例があるので、その方法を研究して指定管理者の選定に向けて取り組んでいきたいとの答弁があっております。以上のほか、地籍調査事業の現状について、シルバーリーフ粉じらみ対策事業の効果について、企業振興促進条例補助金の内訳について、各観光施設管理運営費の統合の検討についての質疑のほか、畳表の張り替え助成事業の継続実施方、また昨今県内企業誘致が県北部に偏っていることに関連して、県との連携を密にし積極的な本市への誘致を願いたいとの意見もあっております。以上、予算案2件につきましては、議案第1号平成19年度八代市一般会計補正予算第7号、議案第8号平成19年度八代市水道事業会計補正予算第2号、議案第17号平成20年度八代市農業集落排水処理施設事業特別会計予算、議案第21号平成20年度呉子財産区特別会計予算、議案第22号平成20年度シーバル財産区特別会計予算、議案第23号平成20年度八代市水道事業会計予算、議案第24号平成20年度八代市病院事業会計予算、議案第48号八代市ガラッパ広場条例の制定について、議案第49号八代市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてとともに慎重に審査いたしました結果、全会一致で原案の通り可決してしかるべきものと決した次第であります。以上で報告を終わります。建設環境委員長清水博君。はい、清水です。おはようございます。建設環境委員会に付託されました予算案5件、条例案3件、事件2件、陳情6件の審査が終了しましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。なお議案については執行部の意見説明を聞き、質疑意見が行われましたが、その詳細については委員会記録に譲ることといたしましたとのいたしまして、その主なものを申し上げます。まず議案第10号平成20年度八代市一般会計予算中当委員会関係分に推定でありますが、執行部から第4巻衛生費第2項生活環境費の廃棄物対策費中委託料645万2千円については、稼働後33年を経過した八代市清掃センターの建て替えが急務であることから、環境型社会への対応を企業に置き、今後のごみ処理の基本理念、施設本体の全体像、
ごみ捨てに応じた処理の方法性など法枠の基本的事項を策定するための環境センター基本構想業務委託料430万円がその主なものであるとの説明がありました。そこで委員から現在昭和地区に同センター建設を検討していると聞いているが本来なら基本構想が先に必要ではなかったのかとの質疑があり執行部から本構想についてはどこの場所に焼却施設を作る場合であっても必要なものであり現在昭和地区の住民の方に施設についての説明をしているところであるが十分な理解が得られず結果として反対署名が提出されたことについては重く受け止めている。これを一つの反省材料とし早期にこの基本構想を作り十分市民の皆様に分かっていただく必要があると感じているとの答弁がありました。さらに委員から環境センター建設という大きなプロジェクトを当委員会の意見を聞くことなく進めた経緯について質疑があり執行部から昨年の9月3日から延べ9日間昭和地区での説明会を指示した際当時の本委員会の委員長には説明会を開催する旨報告をしているとの答弁がありました。これを受け委員から委員長に対しての報告だけでなく正式に委員会を開催して説明すべきではなかったのかとの意見まず基本構想を作ってその上で場所の選定を始めるのが本来の姿であり早く事業をさせるためスタートをさせるためにも現在の取り組みを白紙に戻すべきだとの意見執行部は通常の手段と違ったことに対し反省しておりどこに施設を作る場合でも必要な基本構想の予算については認めてもいいではないかとの意見などがあっております。次に第7巻土木費第1項土木管理費の建設総務において執行部から新規事業の中心市街地共同住宅供給事業補助金300万円については中心市街地の優良な共同住宅の供給および市街地環境の整備を行う計画のある事業者に対し国と市が建設経費の一部を補助するものであるとの説明がありました。さらに第2項道路橋梁費道路新設改良費において萩原町島田町線改良事業費として1億円を計上しているとの説明があり委員から井上町の踏切確保工事だと思うが住宅移転の費用も含めた金額なのかとの質疑があり執行部から本予算は市から委託を受けて JR が行う住宅工事に要する経費であり現在 JR と協議中であるが住宅移転は伴わない予定であるとの答弁があっております。以上のほか中心市街地活性化事業の進め方新八代駅周辺公園整備事業等にかかる公園の維持管理などについて質疑要望があっております。以上予算案一件につきましては慎重に審査した結果賛成少数をもって否決と決した次第であります。次に議案第15号平成20年度八代市公共下水道事業特別会計予算についてでありますが執行部から本予算案の主なものは経営健全化に基づき資本投下の抑制および維持管理費の抑制を行うとともに割引に高利で記載した政府資金等を保証金免除で繰上償還などを行うものであるとの説明があり委員から下水道使用料の収納率について質疑要望があっております。以上予算案一件につきましては議案第1号平成19年度八代市一般会計補正予算第7号中当委員会関係分議案第4号平成19年度八代市公共下水道事業特別会計補正予算
第3号、議案第18号、平成20年度八代市浄化素市町村整備推進事業特別会計予算、議案第34号、八代市手数料条例の一部改正について、議案第39号、八代市下水道条例の一部改正について、議案第40号、八代市都市計画下水道事業、括弧八代処理区、受益者負担に関する条例、および八代市都市計画下水道事業、括弧八代処理区区域外流入受益者分担金条例の一部改正についてとともに、慎重に審査しました結果、全会一致をもって、原案のとおり、可決してしかるべきものと決しております。次に、議案第25号、財産の取得についてでありますが、執行部から昭和59年2月から行われていた日名地区の埋め立て事業について、今回、八代市土地開発公社と八代市との八代市の間で、造成地の取得について協議が整い、日名区平成町の雑草地15万530.86平方メートルを取得するものであるとの説明がありました。これを受けて委員から取得後の土地の維持管理について質疑があり、執行部から道路および公園については、それぞれの管理者が行うが、住宅部については現在検討中であるとの答弁があっております。以上、本事件一件については、議案第27号指導路線の廃止についてとともに、慎重に審査しました結果、全会一致で可決してしかるべきものと決した次第であります。次に、陳情2号昭和道人町ごみ焼却場設置計画の反対方について、陳情第3号昭和道人町ごみ焼却場設置計画の白紙撤回について、陳情第5号昭和道人町恵比寿地区内に予定のごみ搬入路線、失礼しました、予定搬入路隣接地権者によるごみ焼却場設置計画の反対について、陳情第8号昭和道人町ごみ焼却場設置計画の推進方について、陳情第9号昭和道人町ごみ焼却場計画の賛同及び建設の推進方について、陳情第10号昭和道人町に計画の環境センター仮称の建設推進について、以上の陳情 6件につきましては関連がありましたので一括議題として審査をいたしましたが、委員から製造センターができれば有料農産物の生産地である昭和地区が廃棄物の集積所とのイメージを受けることとなり、若い農業後継者の意欲を損なう恐れがあるのではないか、またごみ検討委員会の検討書には焼却灰の最終処分場を併せ持った施設として中心部から離れた農村部が望ましいとなっているが、昭和地区での説明会では最終処分場は必ずしも必要としない焼却灰を溶融する方法で整備するとの説明がなされており、そうなれば昭和でなくてもいいのではないかとの意見や、反対賛成で地域も家族も分断されているような状況を行政が野放しにしていけないではないか、新しいごみ焼却場建設は八代市民の願いであり十分に考慮はするものの、昭和工区の今の状況から見れば現在の方針は白紙撤回すべきだと思うという意見という反対の陳情に賛成する意見が出る一方、地元の人たちは当然来てほしくない姿勢ではあるが、八代市のためを考え条件をきちんと目指す対策を取った上であれば、あえて建設を受け入れるとの陳情もある、まだまだ行政も十分説明をしていないという部分もあるので、継続審査にして当委員会で現場を視察するなど
詳しい審議してもよいのではないかとの意見。今日いきなり採決をするのは、今後この施設をどこの地域に持っていくにしても今後の大きな障害になるような気がする。もう少し時間をかけ、執行部の努力を見守りながら判断していくのが最良の方法ではないかとの意見などが出され、継続審査を求める意見と採決を求める意見が出されましたので、まず継続審査について諮りました結果、新条第2号昭和同人町ごみ焼却所設置計画への反対方について、新条第3号昭和同人町ごみ焼却所設置計画の白紙撤回について、陳情第5号昭和同人町恵比寿地区内に予定のごみ搬入路隣接地権者によるごみ焼却所設置計画の反対についての以上陳情3件につきましては、挙手少数により継続審査をしないことと決し、採決いたしました結果、その要旨を了とし、賛成多数をもって採択し、関係機関に送付することと決した次第であります。また、陳情第8号、昭和同人町ごみ焼却所設置計画の推進方について、陳情第9号、昭和同人町ごみ焼却所建設計画への賛同及び建設の推進方について、陳情第10号、昭和同人町に計画の環境センター括弧仮称の建設推進についての以上の陳情3件につきましては、挙手少数により継続審査をしないこととし、採決いたしました結果、挙手なしで不採択と決した次第であります。以上で報告を終わります。総務委員会委員長、松浦照之君。はい、どうも松浦。総務委員会に付託されました予算案4件、条例案9件、事件1件の審査が終了いたしましたので、その経過、並びに結果についてご報告申し上げます。なお、議案については、執行部の説明を聞き、質疑、意見が行われましたが、その詳細については、委員会記録に譲ることといたしまして、その主なものを申し上げます。まず議案第1号、平成19年度八代市一般会計予算補正予算第7号中、当委員会関係分でありますが、歳出の第2巻、総務費第1項、総務管理費、交通安全対策費の安全安心まちづくり基金積立金7200万円について、執行部から、今回、交通災害共済事業特別会計および交通災害共済事業財政調査基金の廃止に伴い、新たに基金を創設し、積み立てを行うものであるとの説明がありました。そこで、委員から、これまで基金を積み立ててきた経緯および新たに基金を創設する理由について質疑があり、執行部から、昭和43年から旧八代市において、八代市交通災害共済事業を実施しており、年間約2万6000人の方が加入されて、営業続けてきたところであるが、合併を機に民間に事業を委託しようということで、現在、全労災に委託している。その間に基金として、
積み立ててきた事業の余剰金が7200万円となっている。今回この余剰金を交通事故防止対策や各種防犯対策に有効に活用するための新たに基金を創設し、安全で安心な街づくりの推進を図っていきたいとの答弁がありました。以上のほか、南部幹線整備事業での橋脚沈下の理由等についての質疑意見があっております。次に議案第38号八代市生活安全条例の制定についてでありますが、執行部から本条例は市民の自主的な安全活動の推進及び環境の整備を行うことにより地域における犯罪事故の防止を図り、もって安全で安心な社会の実現を図ることを目的に設置するものである。安全安心まちづくり基金を有効活用し、広報啓発活動環境整備はもとより、ボランティア団体の育成支援についても積極的に取り組んでいくとともに、八代市生活安全推進協議会を設置し、防犯や市民生活に関する幅広い分野から委員を委託し、市民の生活安全に関する意識の高揚を図るとともに、情報を共有し、その解決策や防止策について協議を行い、一体となった取り組みを実施していきたいとの説明がありました。そこで委員から、八代市生活安全推進協議会を立ち上げる時期について質疑があり、執行部から新年度に行ったらすぐに委員の人選に着手し、遅くとも夏休みまでは協議会を立ち上げたいとの答弁がありました。これを受けて委員から、ぜひ夏休み前までには協議会を立ち上げ、協議会において条例の趣旨にのっとった十分な行動計画等を策定し、安全で安心な町づくりに励んでいただきたいとの意見がありました。以上、予算案1件条例案1件については、議案第6号平成19年度八代市交通災害共済事業特別会計補正予算第1号、議案第19号平成20年度八代市ケーブルテレビ事業特別会計予算、議案第29号八代市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、議案第30号八代市職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部改正について、議案第31号八代市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、議案第32号八代市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正について、議案33号八代市特別会計条例の一部改正について、議案第35号八代市移動通信用鉄道条例の一部改正について、議案第36号八代市交通災害共済事業財政調整基金条例の廃止について、議案第37号八代市安全安心まちづくり基金条例の制定についてとともに慎重に審査いたしました。結果、全会一致をもって原案の通り可決しかるべきものと決した次第であります。次に、議案第10号平成20年度八代市一般会計予算中等委員会関係分でありますが、第2号債務負担行為の平成20年度八代市産業活性化利子補給事業について、執行部から農林水産業及び商工業において、事業主が新商品の開発などの投資的な事業、並びに原油交渉に対する経営安定を図る際に借り入れる資金の利子に対しての補助を行うもので、期間は平成21年度から平成26年度まで、限度額は新規貸付に係る
利子補給額としてのとしているとの説明がありました。そこで委員から限度額に具体的な数字が明記されていないが、おおよその見込み額について質疑があり、執行部から本融資制度は対象が農林水産業および商工業と多岐にわたっており、利率も異なっているため、金額の把握が難しいこと、また5年間という中で50万円が限度となるため、限度額の設定が難しいこと等により、金額を設定していない、おおよその見込み額であるが、平成20年度に625万円の事業費を予定しているので、単純に計算すると、事業実施期間が2年で、利子補給を5年間行うと、約6000万円となるとの答弁がありました。これを受けて、委員から債務負担行為とは、市の借金をこれから起こすことであり、こういう意味では、見込み額でも明記することはできないのかとの質疑があり、執行部から債務負担行為の限度額を変更する場合は、同1年度内で変更しなければならないので、例えば平成20年度、6000万円と限度額を設定し、平成21年度にその限度額を超えた場合、限度額を変更することができない状況も想定される。そこで、地方自治法上、金額がはっきりしない場合は、限度額を文言で明記してもよいとなっているので、今回、具体的な数字は明記せず、文言で明記しているとの答弁がありました。また、歳入の第1巻、市税の滞納繰越分に関連して、委員から市民税等における滞納額の総額について質疑があり、執行部から今現在、移籍滞納額として約14億円あり、平成20年度では滞納繰越分として、総額で約2億3400万円の収入を見込んでいるとの答弁がありました。次に歳出の第2巻、総務費、第2項、徴税費、部下徴収費に関連して、委員から特別滞納整理事務経費の詳細な内容について質疑があり、執行部から今までは滞納整理として不動産の差し押さえや預貯金の差し押さえを行ってきたが、昨年の税源異常をきっかけに、市税の収納率が落ちてきている。そこで、平成20年度から取り組む新規事業として、県と市が合同で特別班を編成し、家宅捜索を実施し、滞納整理に臨むこととしているとの答弁がありました。以上のほか、職員総合交付金、失礼しました、職員互助会交付金の使途、蓄積倉庫の整備状況、消防格納庫の設置条件等についての質疑、意見、さらには議会に関連して、財政が非常に厳しい状況であるので、海外旅行視察については、今後、凍結も視野に入れるべきであるとの意見もあっております。以上、予算案一件については、慎重に審査いたしました結果、賛成多数をもって原案の通り、可決してしかるべきものと決した次第であります。次に、議案第26号、八代市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定についてでありますが、委員から指定する郵便局を、上松隈郵便局、二良木郵便局、五箇荘郵便局の3箇所に絞った理由について質疑あり、執行部から合併前の旧坂本村、旧泉村において、この3箇所について協定を締結していたので、これを引き続き行っているところであるとの答弁がありました。
これを受けて委員から住民サービスの向上のため他の郵便局にも拡大する考えはないのかとの質疑があり、執行部から住民からの要望があれば費用対効果等も考慮の上検討していかなければならないと考えるとの答弁がありました。以上、事件一件については慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって可決してしかるべきものと決した次第であります。以上で報告を終わります。以上で委員長の報告を終わります。藤井次男君。私は議案第10号平成20年度自席から失礼をいたします。私は議案第10号平成20年度八代市一般会計予算に対します修正の動議を地方自治法第115条の2および会議規則第17条の規定により提出をいたします。なお登壇をいたしまして趣旨弁明を申し述べさせていただきます。藤井次男君。20番藤井。ただいま議案第10号について藤尾杉雄君ほか2名から修正の動議が提出されましたのでこれを配布させます。この際、提出者の説明を求めます。藤井次男君。平成20年度八代市一般会計予算の修正に関する動議、
上程されました議案第10号に対する修正案について発議者一同を代表し趣旨弁明を申し上げます。今議会に提出されました議案第10号一般会計予算第4巻衛生費中第2項生活環境費環境センター基本構想業務委託費430万円を以下の理由により反対であり修正を求めるものであります。3月定例建設委員会は長い議論の末環境センター基本構想業務委託費430万を含んだ平成20年度一般会計予算委員会関係分を否決という重い判断をいたしました。建設環境委員会でのこのような議論は環境センターを昭和工区に建設すると政策会議で決定して以来初めてのことでした。本来はもっと早い段階の平成19年度当初にこの基本構想の説明があり提示された実箇所についてももっと多くの議論が欲しかったところであります。この基本構想に基づき適地を探しそして住民説明に入るという手順が筋ではなかったかと思います。なぜ昭和工区とは限らない基本構想が今提案されなぜ昨年9月から昭和工区の住民説明会に入られたのかその疑問が拭いきれません。結果国民の7割以上の方々が反対の意思を示されているにもかかわらず行政が昭和への同意を取り付ける行為に住民のお互いが疑心暗鬼になり平和だった町に争いが生じる事態になろうとしています。ただでさえ産業廃棄物の不法投棄による環境イメージを損なわれている昭和地区は日本一の優良農産物生産地であるのです。そこに突如降って湧いたように清掃センターを建設することは住民の不安を煽るだけの結果になってしまいます。早期の清掃センター建設は八代市の喫緊の課題であるということは十分理解認識をしていますがここで昭和からの撤退を約束完全撤退を約束しもう一度原点に戻って議会に理解を求めて協議していくためにも修正案を出すものであります。そこで今回議案第10号平成20年度一般会計予算第4巻衛生費第2項生活環境費環境センター基本構想業務委託費430万を削除しこれに関わる歳入歳出の総額490億5660万円を490億5230万円に修正していただきたく提案するものであります。どうぞこの趣旨をご理解の上ご賛同いただきますようよろしくお願いをいたします。
これよりただいまの委員長報告及び修正案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。松浦照之君。松浦、席から指名させていただきます。建設環境委員長の報告について質問をいたします。平成20年度一般会計当初予算で建設環境委員会に関わる予算100億7182万円182万7000円すべてを否決されました。この予算の内容を見てみますと、例えば緊急医療推進事業、市民の皆さんの生命を預かる非常に大切な予算であります。1分1秒たりとも空白の時間があってはなりません。また乳幼児医療非助成事業、これも同じであります。中草の衛生センターの運営費、八代環境事務組合の負担金、これも水道、飼料、ごみ処理など全ての事業の負担です、負担金です。これも地にたりとも休むことはできません。これも否決です。また土木に関わる予算を見ましても、昨年の豪雨災害復旧費、被災者の皆さんは一日も早い復旧を望んでおられます。これも否決です。昭和橋橋梁補修工事、これも否決。もしこの間事故があったらどうでしょうか。まだまだいっぱいあります。このような市民の皆さんの生命を、生命と財産に関わる日常生活に密接に関係する予算が全て否決されたことに対しまして、マスコミの皆さんも取り上げておられましたが、市民の皆さんに大変な不安と心配を与えたのは実であります。そこで建設環境委員長に、当委員会関係の平成20年度一般会計予算を否決された理由、そして経緯を質問いたします。また今回昭和地区の住民の皆さんに行政から説明されてこられました環境センターについてでありますが、大変な反響があっているのは皆さんも承知の通りであります。昭和国の皆さんには大変辛労をおかけしていると思いますが、建設環境委員会には今定例会において環境センターに対する賛成と反対両方の陳情が出されました。そして委員会は反対陳情採択されました。私は思いますに、賛成陳情の方々の対しましては私は感謝をしなければならない、そういうような気持ちを持っておりますが、委員会は反対ののみを採択してしまいました。私はこのことが昭和国の皆さんに大きな垣根と溝を作ったんじゃないか、そういうような思いをしてなりません。そこでまだまだ
行政も議会も住民の皆さん協議を重ねていかなければなりませんが、今回反対陳情だけを採択した、それがなぜなのか、その理由と経緯を説明願います。以上です。建設環境委員会委員長清水博君、ご説明申し上げます。当委員会ではそれぞれの賛成反対の方々からいろんな意見が出ました。先ほど、委員会報告の中で申し上げたとおりでございます。一つだけ誤解があるようでございますけれども、今ただいま、発議討議会に出されました。ご案内のように、予算の執行というのはあくまでも4月1日からでございます。今すぐではございません。ですからあえて修正動議がなされたということでご理解をいただきたいと思います。やはり予算を通さないと、どうしても4月1日からの執行にはできないならば、修正動議をもって行うというところで、そういうことを委員会の中で話が出ましたので、そういう結果でございますのでご理解をいただきたいと思います。はい、松浦照之君。私、各常任委員会に付託される案件というものは非常に重いものだと、そう思っております。ただ修正動議のみ、そのような考えで委員会に臨んでいいものか、私はやはり市民の目線に立って審議に審議を重ね、そして委員会で市民の皆さんの、本当に市民の皆さんの声を持っているというような感じを与える、そうした質疑が欲しい、このことを声を大にして申し上げておきます。はい、中村和美君。はい、自席より、ただいま修正動議出されましたので、藤井議員の修正動議について質問いたします。建設環境委員会関係分の平成20年度一般会計予算否決を受けて、市長は現在の候補地を一旦白紙に戻し、市内全域を対象とし検討し直すなど3点の提案を出されてきましたが、それも受け入れず、場所選定以前の予算といえる環境センターの環境基本計画策定費430万円を否定される理由は何なのかお伺いいたします。藤井次男君。今回の昭和の、ゴムの建設問題につきましては、私たちが建設委員会で申し上げたのは、まず基本構想が先であって先ではないかと。現在では昭和国場所だけを選定して場所が非常に進行しているという状況にあります。そこでまず430万をその基本構想を練った後場所を選定するのが常識じゃないかというふうに思っております。それで今回その昭和航空という住民説明会が行われた中で、これはどうしてでも予算を元に返してやらないかんと、まず市が設定した実家所をさらに候補地に上げて最初から練り直す必要があると思ったから、修正動議を出したわけであります。以上です。中村和美君。はい、今のお答えでも分かりますが、これは市内実家所じゃなくて市内全域の環境を対象とする
検討し直すという、ことで市長が白紙に戻すという、気持ちで、提案されたものだと思いますので、非常に、430万円、環境基本計画策定費、削除の修正動議については残念でありません。以上です。以上で質疑を終わり、これより討論を行います。討論の通告がありますので、これを許します。中村和美君。はい、討論のお許しを願いましたので、平成20年度予算原案について賛成討論をいたします。予算中環境センター基本構想費430万円について、現在清掃センターは建築33年迎えております。人間で言えば満身創痍、全身継ぎはぎだらけの施設であります。普通清掃センター20年、長くても25年で建設改築するのが常識と言われております。そんな中、安寿司清掃センターはいつ壊れてもおかしくない状態であります。一日でも早く建て直すことが、市民が安心して快適な暮らしをができる方法だと本議員は思うわけであります。市民が安心して暮らして、安心して暮らせるにはどうすればよいのか、そのための環境基本計画策定の予算であると思います。毎年現在の老朽化した清掃センターには1億円強の保守点検費が市民の皆さんの大切な税金から賄われております。そのことからしても、ゴミ処理に関する市民生活を守る上からも必要な予算であります。このような状況の中、今定例議会で環境センター基本構想費430万円を否決する動議が出されていますが、場所決定以前の予算といえる基本構想が否決ということは、今まで全議員が市民のため清掃センター建設は喫緊の課題と捉えていたのを今回否定されるのは不思議でなりません。もし現在の清掃センターが故障してストップでもしたら、誰が責任を取るのでしょうか。当然反対した議員の責任が大きいと思います。私たち議員もそのことを十分認識しなければなりません。建設するには最低6年から7年かかります。その間、18年度の実績、焼却実績においては毎日113トンのゴミが清掃センターへ持ち込まれます。そして103トンが毎日焼却されます。果たして今の施設で大丈夫なのか、本議員不安でなりません。そのような意味からも、市民のため今回の環境基本計画策定費を含めた予算原案について賛成していただきますよう、高いところからではございますがお願い申し上げ、予算原案賛成討論といたします。どうぞよろしくお願いします。討論は賛否交互に行います。修正案賛成者があれば次に許します。ありませんか。以上で討論を終わり、これより採決いたします。議案第1号平成19年度八代市一般会計補正予算第7号については、委員長の報告どおり、すなわち原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
全員起立。全員よって本件は原案の通り可決されました。議案第2号から同第7号まで、すなわち平成19年度八代市国民健康保険特別会計補正予算第3号同介護保険特別会計補正予算第2号同公共下水道事業特別会計補正予算第3号同簡易水道事業特別会計補正予算第3号同交通災害共済事業特別会計補正予算第1号および同診療所特別会計補正予算第4号以上6件については委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員よって本6件は原案の通り可決されました。議案第8号から同第9号まで、すなわち平成19年度八代市水道事業会計補正予算第2号及び同病院事業会計補正予算第1号以上2件については委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員よって本2件は原案の通り可決されました。議案第10号平成20年度八代市一般会計予算について採決いたします。まず藤井次郎君ほか2名から提出されました修正案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本修正案は可決されました。次にただいま修正議決した部分を除く原案について起立により採決いたします。修正部分を除くその他の部分については原案の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員よって修正議決した原案の通り、修正議決した部分を除くその他の部分は原案の通り可決されました。お分かりいたします。ただいま本案が修正議決されましたが、会議規則第43条の規定により軸数字その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって軸数字その他の整理は議長に委任することに決しました。議案第11号平成20年度八代市国民健康保険特別会計予算については委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数よって本件は原案の通り可決されました。議案第12号平成20年度八代市老人保険医療特別会計予算については委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員よって本件は原案の通り可決されました。議案第13号平成20年度八代市後期高齢者医療特別会計予算については委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数よって本件は原案の通り可決されました。議案第14号平成20年度八代市介護保険特別会計予算については委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。
挙手全員よって本件は原案のとおり可決されました。議案第15号平成20年度八代市公共下水道事業特別会計予算については委員長の報告通り、すなわち原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員よって本件は原案のとおり可決されました。議案第16号から同第18号まで、すなわち平成20年度八代市簡易水道事業特別会計予算、同農業集落排水処理施設事業特別会計予算及び同浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算、以上3件については委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員よって本3件は原案の通り可決されました。議案第19号から同第22号まで、すなわち平成20年度八代市ケーブルテレビ事業特別会計予算、同診療所特別会計予算、同呉子財産区特別会計予算及び同シーバル財産区特別会計予算、以上4件については委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員よって本4件は原案の通り可決されました。議案第23号から同第24号まで、すなわち平成20年度八代市水道事業会計予算及び同病院事業会計予算、以上2件については委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員よって本2件は原案の通り可決されました。議案第25号財産の取得については委員長の報告通り可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員よって本件は可決されました。議案第26号八代市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定については委員長の報告通り可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員よって本件は可決されました。議案第27号昭和堤防1号線に関わる指導路線の廃止については委員長の報告通り可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員よって本件は可決されました。議案第28号八代県域介護認定審査会の共同設置の廃止については委員長の報告通り可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員よって本件は可決されました。議案第29号から同第32号まで、すなわち八代市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について同職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部改正について同一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について及び同職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正についての4件については委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員よって本4件は原案の通り可決されました。議案第33号から同第34号まで、すなわち八代市特別会計条例の一部改正についておよび同手数料条例の一部改正についての2件については委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。
挙手全員よって本議件は原案の通り可決されました。議案第35号から同第36号まで、すなわち八代市移動通信用鉄塔条例の一部改正について、および同交通災害共済事業財政調整基金条例の廃止についての2件については、委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員よって本2件は原案の通り可決されました。議第37号から同第38号まで、すなわち八代市安全安心まちづくり基金条例の制定について、および同生活安全条例の制定についての2件については、委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員よって本2件は原案の通り可決されました。議案第39号から同第40号まで、すなわち八代市下水道条例の一部改正について、および八代市都市計画下水道事業八代処理区受益者負担に関する条例および八代市都市計画下水道事業括弧八代処理区区域外流入受益者分担金条例の一部改正についての2件については、委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員よって本2件は原案の通り可決されました。議案第41号八代市立希望の里対応条例の制定については、委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員よって本件は原案の通り可決されました。議案第42号八代市老人憩いの家条例の一部改正については、委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数よって本件は原案の通り可決されました。議案第43号八代市介護保険条例の一部改正については、委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員よって本件は原案の通り可決されました。議案第44号八代市国民健康保険条例の一部改正については、委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数よって本件は原案の通り可決されました。議案第45号八代市後期高齢者医療に関する条例の制定については、委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数よって本件は原案の通り可決されました。議案第46号学校教育法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定については、委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員よって本件は原案の通り可決されました。議案第47号から同第48号まで、すなわち八代市公民館条例の一部改正について、および同ガラッパ広場条例の制定についての2件については、委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員よって本2件は原案の通り可決されました。議案第49号八代市
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正については、委員長の報告通り、すなわち原案の通り、決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員よって、本件は原案の通り可決されました。次に、請願陳情の採決を行います。請願第1号、八代市立八代養護学校の高等部重複学級認可及び校舎の新改築については委員長の報告通りこれを採択し教育委員長に送付の上その処理の経過及び結果の報告を請求することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員よって本件は採択することに決しました。陳情第1号ハンセン病問題基本法の制定と国立ハンセン病療養所菊池慶風園の存続医療福祉の充実を求める意見書の提出方については委員長の報告通りこれを採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員よって本件は採択することに決しました。陳情第2号昭和同人町ごみ焼却場設置計画への反対方について同第3号昭和同人町ごみ焼却場設置計画の反対方についておよび第5号昭和同人町恵比寿地区内に予定のごみ搬入路隣接地権者によるごみ焼却場設置計画の反対についての陳情3件については委員長の報告通りこれを採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数よって本3件は採択することに決しました。陳情第8号昭和同人町ごみ焼却場設置計画の推進方について同第9号昭和同人町ごみ焼却場建設計画への賛同及び建設の推進方について及び同第10号昭和同人町に計画の環境センター括弧仮称の建設推進についての陳情3件については委員長の報告は不採択であります。よって陳情本件について採決をいたします。本3件を採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手少数よって本3件は不採択とすることに決しました。日程第58発議案第1号を議題とし、これより発議者の趣旨弁明を求めます。清水宏君。ただいま上程されました発議案第1号道路整備財源の確保に関する意見書案について発議者一同を代表して趣旨弁明を申し上げます。内容につきましては別紙議案記載のとおりでありますが、道路は国民生活や経済社会活動を支える最も基本的なインフラであり、その整備は全国民が熱望しているところであります。高齢化少子化が進展する中、活力ある地域づくり都市づくりを推進し、地域間格差を解消し、安全で安心できる市民生活の実現を図るためには、高速道路を含む道路整備はより一層重要となっています。これまで道路特定財源は道路整備を進めるための財源として使命を担い、結果
着実な道路整備が進められてきたところであります。しかしながら、この道路特定財源である暫定税率が廃止されますと、道路整備の停滞を招くだけでなく、既存の道路の維持管理にも影響を及ぼすこととなります。本市では総合計画基本構想において自然災害に強く、また交通基盤、生活基盤など市民の暮らしの向上と町の活性化や定住促進のために基盤づくりとなる安全で快適な町を基本目標に掲げており、地域交通網としての国、県道、さらに都市計画道路をはじめとして地域交通網の整備を進め、安全で円滑な交通体系の充実を図っていくこととしており、特に地域交通ネットワークの基盤づくりのため、国、県道に関わる幹線道路網の整備、新八代駅周辺のアクセス道路への整備は喫緊の課題となっております。そこで国民が期待する道路整備の計画的かつ着実に進めるため、本年春に期限が切れる暫定税率も今後も維持し、道路整備に必要な財源を確保することや、地方への配分割合の見直し、地方への道路財源の充実に努めること、また平成20年度以降も地方道路整備臨時交付金制度の継続をし、拡充を図ることを盛り込んだ意見書を政府に提出する必要があると判断した次第であります。どうかこの趣旨にご理解いただき、満場一致決定をいただきますようお願い申し上げ、趣旨弁明といたします。よろしくお願い申し上げます。以上で趣旨弁明を終わり、これより質疑を行います。質疑ありませんか。以上で質疑を終わります。お分かりいたします。ただいま議題となっております発議案第1号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。これより討論を行います。討論の通告があっておりますので、これを許します。笹本佐弥子君。日本共産党の笹本佐弥子でございます。発議案第1号道路特定財源の確保に関する意見書案に反対の討論を行います。私は道路特定財源は一般財源化して、道路にも教育にも福祉にも使えるようにすべきであると主張してまいりました。マスコミでも取り上げておられますが、3歩歩けば2500万円の高速道路、道路とは関係ない28億円の米軍住宅、5億円かけた啓発ミュージカル、国交省職員の娯楽用品など、驚くような無駄遣いがされてまいりました。このような無駄遣いを加速する役割を果たしてきたのが暫定税率だと考えております。この2ヶ月間の国会審議によって、特定財源の使われ方が分かるにつれ、国民は道路特定財源を一般財源にすることを強く求めるようになりました。国土交通省が発表した道路の中期計画事態生活道路計示です。今後10年間で59兆円、そのうち約 40% が高速道路の整備、
4.3% が通学路の整備、2.5% が防災・防雪対策、2.3% がバリアフリー化となっています。このように住民が必要とする生活道路の整備にはほとんど回されません。私は地方自治体にとっては道路特定財源を一般財源化してこそ自治体の判断で住民のための必要な生活道路の整備を行えると考えております。以上の理由から道路特定財源の確保に関する意見書案に反対する討論といたします。ありがとうございました。他にありませんか。以上で討論を終わり、これより採決いたします。発議案第1号道路整備財源の確保に関する意見書案については原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数よって本件は原案のとおり可決されました。報告いたします。ただいま大江田茂君ほか7名から発議案第2号ハンセン病問題基本法の制定と国立ハンセン病療養所菊池慶風園の存続、医療福祉の充実を求める意見書案が提出されました。お諮りいたします。この際日程に追加して本件を議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。発議案第2号を議題とし、これより発議者の趣旨弁明を求めます。大江田茂君、はい。ただいま上程されました発議案第2号ハンセン病問題基本法の制定と国立ハンセン病療養所菊池慶風園の存続、医療福祉の充実を求める意見書案について発議者一同を代表して趣旨弁明を申し上げます。内容につきましては別紙議案記載のとおりでありますが、長期にわたる日本のハンセン病隔離政策は2001年5月の熊本判決において、その違憲性違法性が明らかにされたされ、これを受けて設置されたハンセン病問題対策協議会において、ハンセン病療養所入所者の生活環境と医療整備の最大限努めることなどが確認されているところであります。しかし急速に入所者の減少、また高齢化が進む中、療養所の医療機能も低下しつつあり、入所者が安心して幸せに生活できる療養所を保障するためには、療養所における医療福祉をより充実させるとともに、療養所を充実した医療介護施設として広く地域に開放することが必要であります。ところが療養所の存立根拠となっている雷予防法の廃止に関する法律は、療養所の役割を入所者に対する療養の提供に限定しており、療養所を医療
介護施設として広く地域に開放するためには新しいハンセン病基本法の制定がどうしても必要であります。よってハンセン病問題の真の解放を図るために国に対しハンセン病問題基本法の制定と国立ハンセン病療養所菊池系譜園の存続、医療福祉の充実を早急に実現するよう強く要望する必要があると考え、意見書を提出する次第であります。どうかこの趣旨にご理解をいただき、満場一致ご決定をいただきますようお願い申し上げまして、趣旨弁明といたします。よろしくお願いいたします。以上で趣旨弁明を終わり、これより質疑を行います。質疑ありませんか。以上で質疑を終わります。お分かりいたします。ただいま議題となっております発議案第2号については委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。これより討論を行います。討論ありませんか。以上で討論を終わり、これより採決いたします。発議案第2号ハンセン病問題基本法の制定と国立ハンセン病療養所菊池系譜園の存続、医療福祉の充実を求める意見書案については原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員よって本件は原案のとおり可決されました。日程第59から日程第61まで、すなわち議案第50号から同第52号までの議案3件を一括議題とし、これより提出者の説明を求めます。以上。市長坂田隆史君。はい。ただいま上程をされました議案につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。議案第50号の副市長の選任につき同意を求めることについてでございますが、これは畑坂澄夫氏を副市長に選任したいと考え、議会の同意を求めるものでございます。畑坂氏は昭和41年より熊本県庁に勤務されており、八代土木事務所次長、天草地域振興局土木部副部長、本庁防災消防課長などを歴任され、現在県議会事務局主席総務審議員兼総務課長の要職についておられ、本年の3月末をもって定年退職される予定でございます。同市の長年にわたる行政実務を通して発揮してこられた手腕および豊富な経験は、その円満かつ誠実な人柄と相まって市長の補佐役として最適任であると考え、議会にお分かりするものでございます。議案第51号および第52号の人権擁護委員候補者の推薦についてでございますが、委員2名の方が平成20年6月30日をもって任期満了となりますので、坂本勝正氏と吉田和人氏を後任の候補者として人権擁護委員法の規定に基づき、議会のご意見を聞いて法務大臣に推薦しようというものでございます。議案第51号の坂本氏は平成16年3月に熊本県警を退官された後、同年4月より財団法人の武道場の師範を務められているほか、全日本柔道連盟において教育普及広報委員を歴任され、現在も教育普及広報委員の特別委員としてご活躍されているところでございます。議案第52号の吉田氏は平成18年3月に JA 八代を退職された後、東洋グリーンツーリズム協会で活動されており、平成18年10月より熊本県
ふるさと水と土の指導員として ご活躍されているところでございます。両氏とも社会の実情に通じ広い執権を有する方々で、人権擁護委員として適任であると考え提案いたしておりますので、何卒適切かつ円満なご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。以上で提出者の説明を終わり、これより質疑を行います。質疑ありませんか。以上で質疑を終わります。お分かりいたします。ただいま議題となっております議案3件については委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。これより討論を行います。討論ありませんか。以上で討論を終わり、これより採決いたします。議案第50号、畑坂澄夫君を副市長に選任するにつき、これに同意する賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって、本件は同意することに決しました。議案第51号、坂本勝正君を人権擁護委員候補者に推薦するにつき、これに同意するに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員よって本件は同意することに決しました。議案第52号、吉田和人君を人権擁護委員候補者に推薦するにつき、これに同意するに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員よって本件は同意することに決しました。議案を配布いたさせます。報告いたします。ただいま市長から議案第53号、平成20年度八代市一般会計補正予算第1号が送付され受理いたしました。お分かりいたします。この際日程に追加して本件を議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。議案第53号を議題とし、これより提出者の説明を求めます。市長坂田隆君。ただいま上程されました議案第53号、平成20年度八代市一般会計補正予算第1号について提案理由のご説明を申し上げます。ただいま副市長の選任につき同意を求めることについてが議決されたことに伴い、歳入歳出予算に1,185,000円を追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ4,906,410,500円といたしております。その内容でございますが、副市長1人分の給与と共済費を措置いたすものでございます。何卒適切かつ速やかなご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。以上で提出者の説明を終わり、これより質疑を行います。質疑ありませんか。以上で質疑を終わります。お分かりいたします。ただいま議題となっております
議案第53号については委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。これより討論を行います。討論ありませんか。以上で討論を終わり、これより採決いたします。議案第53号平成20年度八代市一般会計補正予算第1号については原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本件は原案のとおり可決されました。次に閉会中の継続審査及び調査についてお分かりいたします。別紙閉会中の継続審査調査申し出のあった案件のとおり、文教福祉委員会委員長から陳情2件、所管事務調査2件、経済企業委員会副委員長から陳情2件、所管事務調査2件、建設環境委員会委員長から陳情2件、所管事務調査2件、総務委員会委員長から陳情1件、所管事務調査2件、議会運営委員会委員長から議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項、以上18件についてそれぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出があります。本申し出のとおり決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。日程第62会議録署名議員の指名を行います。会議規則第81条の規定により、会議録署名議員に鈴木田光一君、大倉雄一君を指名いたします。以上で本日の日程は全部終了いたしました。閉会にあたり市長から発言の申し出がありますので、これを許します。市長坂田隆君。閉会にあたりまして、一言お礼を兼ねてご挨拶を申し上げます。去る2月26日から始まりました定例市議会におきまして、平成20年度予算をはじめとする多数の重要議案について、議員各位には慎重なるご審議を賜り、誠にありがとうございました。一方、今回市民生活に関連する平成20年度予算が原案どおり認められなかったことは大変残念に思っております。しかしながら、新環境センター建設に向けた基本構想は、ごみ問題の解決という市民生活に直結する一日もなおざりにできない重要な案件であります。私としましても、できる限り早く建設ができますよう努力を重ねてまいりますので、何卒議員各位のご指導ご支援を、また市民の皆様方のご理解ご協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。また本日追加提案をいたしました案件につきましては、提案の趣旨をご理解いただき、ご同意を賜りましたことに対し、心からお礼を申し上げます。なお、本会議あるいは委員会を通じて議員各位から賜りましたご意見ご要望につきましては、十分これを尊重し検討いたしまして、市政の運営に遺憾なきを期しますとともに、予算の執行につきましても慎重を期してまいる所存でございます。議員各位には健康に十分ご留意いただきまして、今後とも市政の運営に一層ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。これをもって平成20年3月定例会を閉会いたします。